そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーはこちら、映画ダマなしシリーズ、年齢を重ねるごとになんかすごいことになっている映画監督特集、フィーチャリング高橋よしきさん。はい、ということで現在日本の映画館、今本当にロードショーされているもの、スティーブン・スピルバーグ現在76歳、若いね、でもスピルバーグはね76、ジョージ・ミラー現在78歳、そしてポール・バーホーベン現在84歳、といった年齢70歳80歳こういった映画監督の新作が並んでいて、ね、でもどれもちゃんと面白いっていう、そうなんです、年齢を重ねるごとに増していくその凄さをスクリーンで体会できる状況、そして4月にはダリオアルジェント現在82歳の新作公開されるなど、大ベテラン監督の活躍が止まりません。まあイーストウッドだってまだまだ現役ですしね、はい、大変なことですよ。そんなタイミングの今、そんな年齢を重ねるごとになんかすごいことになっていく映画監督の偉大さを語りつつ、ずっと我々を楽しませてくれる彼らに感謝を捧げる特集、まあ、いつまでもね、だからその、新作がこう見れるうちってラッキーってことですから、ある意味ね、そういつまでもあると思うな、ではあるのですが、そう元気でいてくれということでございます、うん、ゲストはスピルバーグもジョージ・ビランもポール・バーホーメンも大好き、映画ライターデザイナーの高橋よしきさんです。よしきさんが選ぶ年齢を重ねるごとになんかすごいことになっている映画監督、まあ、全員は扱いきれませんけど、よしきさんチョイスでお話していきたいと思います、時刻は夜8時を過ぎました。3月21日火曜日、 TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション、略してアトロク、パーソナリティの私ラップグループライムスター歌丸、現在53年ね、うん、現在53歳、急に何かと思っちゃった、嫌になっちゃうな、これもうすぐ44ですから嫌になっちゃうなおい。そして、火曜パートナーこの方です。はい、火曜パートナーの宇垣美里は現在31歳です、うん、大人になったな。さてそれありますよね、うん、びっくりしちゃった今、気づいたらっていうのはね、うん、感じあるよね。はい、さてここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなの特集コーナー、ビヨンドザカルチャー。今夜は人間いくつになってもまだまだ上を目指せる、そんな勇気をもらえるかもしれない、こんな特集です。映画ダバナシリーズ、年齢を重ねるごとになんかすごいことになっている映画監督特集、うん、ということで今夜のゲストをご紹介しましょう。映画ライター、デザイナーの、そして映画監督の高橋よしきさんです。どうもこんばんは。イエーイイエーイイエーイ久しぶりだから、久しぶりです、久しぶりだからね、はい、しかも火曜初めてって、ね、火曜初めてです、はい、週刊プレイボーイ連載仲間ということですから、はいはい、緊張しております、はい、もうあのすごい尊敬する、まあ、尊敬する、うん、いやいやとんでもない、お話聞くの楽しみです、はい、よしきさんでございます、はい、改めて高橋よしきさんのご紹介、宇垣さんからお願いします。1969年7月4日生まれの現在53歳、7月4日に生まれて、ね、53か、もうすぐもうすぐ4です、これあるよね、その感じよ、ね、ね、マジか、同級生ということですか、2人は同級生です、はい、うん、週刊プレイボーイをはじめさまざまな雑誌、ウェブサイトへの寄稿に加え、自身の YouTube チャンネル高橋よしきのクレイジーカルチャー TV や寺澤ホークさん、柳下喜一郎さんたちとのチャンネルブラックホールで映画レビューや解説などを配信中。去年8月には長編初監督作品激怒が公開、激怒は今年2月にブルーレイが発売、各種動画配信サービスでレンタル配信も始まっています。いやだからあの年齢などただの数字に過ぎないね、うんうん、何歳からでもなんとかみたいなのは、はい、ある意味よしきさんが、いやいや、だってさ52歳にして、うん、その監督、長編監督、はい、劇場版長編監督デビューしてるわけだから、うん、これぞですよ。そう、気がついたら、うん、年を取っていたっていう。むしろそっちね。むしろそっち、むしろそっちね。そうそうそう。あれっていう。年と自意識問題っていうのはなかなか折り合いついてる人もいないんじゃないかなって気がするんですけどね。うん、全然僕はその、比べようとか、そのここましくあれじゃないですけど、うん、伊丹十三監督、うん、もう51で監督デビューですから。お葬式そうなんだ。そうそうそう。だから、で、リドリー・スコット監督とかも後で出てくると思いますけども、うん、あの人も40いくつで監督、長編監督デビューってことで、割とだからそういうこともある。そうですよね、そうですね、はい、うんうんうん、だからなんだろう、逆にそのミュージシャンとかの人の方ですごい年取ってからデビューの人っての方が少ないんじゃないかな、映画監督とかいう音楽、どうなんですかね、どうなんすかね、わかんないですけど、ちょっと調べますね。でもあんまり例はないかも、確かに、うん、映画監督の方が明らかにそうかもしれないね。はい。ということで、よしきさんです。前回のご出演、ちょっと間経っちゃいまして、激怒公開の直前の、昨年の8月22日にね、映画の好きな怒りシーン特集というね、愉快な特集をやりましたよ。随分経っちゃってすみません、本当に。いえいえ、とんでもないです。うん。面白かったですけどね。あの時のやっぱり発見は、コマンドのシュワルツェネガーは別に怒っていないよな。別に怒ってない。怒るという描写がないな、っていうね。あれ、娘さらわれてるんですけどね、怒ってはいないんですよね。怒ってなかったんですか？怒ってない、暴力振るってますけど、怒
暴力を振るってなんか決め台詞を言っている。そうですね、あんまり怒ってるようには見えないというね不思議な映画でしたけど、そしてですね最新の高橋由樹さん情報としましてですね、はい、明日なんですね発売がね、僕もあの予約注文してますけど、2015年公開のジョージ・ミラー監督の大傑作、宇垣さんも大好き、マッドマックス怒りのデスロードがですね、どのようにして制作されたのかをまとめた書籍、ご本人のまあなんていうかな語りで、まとめた書籍、日本のタイトルがマッドマックス怒りのデスロード口述記録集、血と汗と鉄にまみれた完成までのデスロードにですね、まあジョージ・ミラーさんいろいろ語られてるわけですが、なんと高橋由樹さんに言及されているくだりがありがたいですよね。これ由樹さん、あの、はい、原書で読まれてね、そういうのがあるって前に教えてくださいましたけど、うん、まさにその話ですよね、うん、ありがたいことです、はい、これいいですか読み上げて、これ、はい、ちょっとこの部分、ジョージ・ミラーさんこんなこと言ってますよ。日本に行った時、英語にすごく堪能な批評を抱えて映画の感想を教えてくれた。サブテキストを全部読み取った理解の深さに私は驚かされたよ。こちらが望んだ全てを受け止めていたんだ。私は尋ねた。おお、君は何回映画を見たの。彼曰く、一度だけです。一度見ただけでそれだけ読み読み立ったのかい。そうです、これを見てもらえますか。そしてシャツをはだけて胸板を晒すと、ハンドルをかたどったイモータンのロゴのタトゥーが赤いインクで彫られていた。赤くないですけど、それ髪の毛に塗ると混同されてる、はい、彼曰く、映画館を出てその足で友人にこれを入れてもらったんです。私はこう思ったよ。オーマイゴッ、この映画がタトゥーに見合うだけ長持ちしてくれますように、なんていう、っていうね。しかも、はい、しかも、これあの翻訳された方が最後に解説のところですね、そう、言及されている日本の批評家とは映画ライターの高橋由樹さんのことですということで、有沢さん、こげていただいて ね、いや、そう、ありがとう。だって本当それね、世界中で何百回もインタビューとかされるわけですから、うん、それでこんな風に覚えてもらえるとか信じられないですよ、ね、本当ですよ、驚きです、すごいことです、本当です、ね、しかもね、これね、すいませんね、宇垣さん、このね、はい、この宇垣高由樹さんのこのインタビュー、うん、この素晴らしいインタビューは、うん、私の番組で、いやそうだ、私の番組なんだ、それは書いてなかったじゃないか。そうなんですよ、そこは有沢さん頼みますよ、これが我々の言うところの動線を引けというやつね、でもすごい嬉しいです。ウィークエンドシャッフル時代にあのジョージ・ミラー監督にインタビューしていただいた内容でございました、はい、本当にね、ということで、改めて宇垣さん、こちらの本の情報もお願いします。はい、マッドマックス怒りのデスロード口述記録集、血と汗と鉄にまみれた完成までのデスロードは、竹書房より明日3月22日税込み3300円で発売です。これすごいよ、あのやっぱり撮るの大変だったっぽいよ、やっぱりですよね、もう本当に読まなくちゃ。チャーリーズセロンのコメント、間違いなくこれまでで一番大変な仕事だった、撮影で追った体が覚えているレベルの覚えているレベルのトラウマを未だに脱ぎ切れていないほどね、チャーリーズセロンに言わしてるんですよ。すごいですね、チャーリーズセロン相当きつい現場踏んできてる人なんですけどね。そう、アトミックブロンドで、うん、あのね、トレーニングしすぎて歯を2本折ってる人が言うんだからさよっぽどですよね、よっぽどだよこれね、はい、あのこれ本も読むの楽しみにしております、うん、ということで今回ジョージ・ミラー、こちらも含めてですね、YOSHIKI さんと語り合うテーマは、我々を何十年も楽しませ続けてくれている恒例の監督について、現在日本の映画館たまたまですけども、うん、スティーブン・スピルバーグ現在76歳のフェイブルマンズ、ジョージ・ミラー現在78歳のアラビアン・ナイト3000年の願い、そしてポール・バーホーベン現在84歳のベネデッタ公開中、どれもすごいね、うん、そして4月7日にはダリオ・アルジェント現在82歳の新作、ダークグラスが公開されるということで、弱い70なんかまだ全然若い感じするっていうね、うん、その並びで言うと、うん、80歳を過ぎた監督の惑星直列が起きていると、ね、いつまでもあると思うなよこの直列ということでもありますか、まあそうですね、はい、うん、ということで年齢を重ねるごとになんかすごいことになっていく監督というのはやっぱりいるなということで、彼らの偉大化を振り返りつつ感謝を捧げていこうという、もともと YOSHIKI さんと何年も前に、はい、ウィリアム・フリードキンなめんな特集やりましょうよみたいな、はいはい、話ありますね、そこから発生したね、高齢監督やっぱり面白い人多いですよねっていう話でね、うん、はい、ついに実現という感じでございます、はい、ありがとうございます、今夜は YOSHIKI さんに選んでもらった新作が公開されたらとにかく見に行き感謝すべき恒例映画感謝すべきまあでもそうだよ ね、うん、無事作っていただいてありがとうございます。しかもその無事ね、バーホーベンなんかまさにそうですけど、うん、ご無事でってレベルを超えてるっていうか、ね、いや本当ですよね、テンション落ちなさすぎじゃない、うん、とかみたいな、そんな話をね、本当にでも目習いたいという、はい、そんな話をお送りしたいと思います。 YOSHIKI さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。時刻は8時9分、生放送でお送りしていますアフターシックスジャンクション。この時間は年齢を重ねるごとになんかすごいことになっている映画監督特集をお送りしていきます。ゲストは映画ライター、デザイナーの高橋由樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあということで、ここからは由樹さんに選んでもらった年齢を重ねるごとになんかすごいことになっている新作が公開されたらとにかく見に行き感謝すべき高齢映画監督の数々をまあ由樹さんチョイスね、はい、いっぱいいますけどね、いっぱいいます。
ちょっと今日の特集に入りきらないっていうか、はい、例えば僕やっぱ高齢監督って言ったら、うん、もう亡くなっちゃいましたけど、はい、マヌエル・ド・オリベラ105歳です。遺作がそうですよ、ね、すごい。新藤兼人98歳で遺作ね、まあ、ホドロスキーも今94歳でまだ作ってるし、うん、ホドロスキー元気だもん ね、 結構ね。メルブルックス96歳でこの間だって人生世界史パート2やりましたからね、うん、あの元気だな元気だなイーストウッドもまだね92歳で、はい、デビもいますしね。フレディ・ワイズマンもまだ93歳フレディ・ワイズマンもね、まあ、で新作やりましたからね。全然やりますもんね、ということでみんなすごい人ばっかりだよという中で吉木さんチョイス、まあ、キャッ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 とやっていこうという、はい、ダバナシ監督ダバナシ映画ダバナシでございます、はい、まずはどの監督の話しましょうか。まずはなんといってもあれじゃないですか、スティーブン・スピルバーグ監督、まあ、この中で比較的若い76がちょっと若いでもそうそう、逆にスピルバーグって僕ら本当にその僕たち の、はい、なんていうの映画を見てきた体験と重なってるから、うん、そのあまだ76か、いやそれに引っ張られる形で我々も老けてしまっているという、ね、そういうことですよね、はい、でさほらさらにジョン・ウィリアムスとかになると音楽つけてるフィブルマンズも、はい、あそうだ、ね、もう90あれいくつだっけ90とかですよね、うんはい、すごいですよ。この間ドン・シーゲルの殺人者たち見に行ったら、うん、ジョン・ウィリアムスなんですよ、まあはい、などういうことなんだろう、どういうことがねじ曲がるような感じなんなんみたいな感じでしたけどね、まあ、改めてですけれども、はい、スティーブン・スピルバーグ監督は1946年12月18日生まれの現在76歳。若い頃の代表作はジョーズ、未知との遭遇、E.T. などすごいな並びが。で、まあ、近年の監督作品なんですが、ね、2017年のペンタゴンペーパーズ最高機密文書、この時が、初公開時が71歳、2018年のレディープレイヤー1が初公開時71歳、2021年のウエストサイドストーリーが初公開時73歳、そして2022年のフェイブルマンズ初公開時75歳、現在公開中ということです、うん、あちなみにジョン・ウィリアムスは現在91歳ということですね、はい、ということでスピルバーグ、はい、まあ、なんかさ僕らはそのスピルバーグが本当に若手のわーって出てくる時から見てるから、うん、でなんかずっとなんか若手感こうなんていうの若手感あるまま来た感じもしちゃうとこないですか、うん、僕らの世代だと。いやわかりますわかります。でスピルバーグはだってあのジョン・ウィリアムスはなんかこの間一緒に話してる動画見たんですけども、うんうん、ジョン・ウィリアムス最初会った時にスピルバーグあの監督とあのどっかレストランで待ち合わせって言われて出てたら、子供が座ってたんで、うん、あのお父さんがスピルバーグ監督なんだろうと思って待ってたらいつまで経っても来なかったそんぐらいだから91と76でしょ、そんぐらい見えてたってことですよ ね、 本当に ね少年だった時からってことですけど、うん、スピルバーグまあ吉さん見て、はい、年齢を重ねてすごくなる感っていうかありますか。あでもなんかそのなんですかね、あのスピルバーグの特徴っていろいろあるんですけども、うん、あの塩梅が、まあ、これはこれはあと全員について同じこと言うかもしれないですけども、塩梅が良くなってるんですよね。塩梅が良くなってる、塩梅が良くなってるっていうのはバランスってこと、あの何を言ってるか分かんないかもしれないですけどもつまりですね、あの昔の方がやっぱりね、うん、もうちょっとこうね、あの力技で観客をの感情、うんうん、エモーションをグイッとこっちに寄せるんだみたいなことを、うんうん、その映像技術を駆使してやるんですよ。で今も映像技術を駆使して同じことやってるんですけども、うんうん、あのね、あたかもさらっとやってるみたいな感じになったら匠の技になってきてるね。でさらっとやってんのに前よりズーンとくるみたいな、あのだからその本当になんていうの、あのうまい料理人みたいな、うん、あの例えが下手ですけど、いやいや分かります、そういうことですよね。あのウエストサイドストーリーのね、あのリメイク見た時の宇垣さんの一言に、うん、まあそれだよって言ったら、スピルバーグ映画うまっていう、だからスピルバーグはあの我々ブラックホール界隈で映画うまおと言うんですけど、はい、映画うま、映画うま、でもさ確かにおっしゃる通り、若い時はそのうまさが、うん、この例えば分かんない三つも遭遇でもなんでもいいけど、うん、あの力技、とにかくその山を見る、うん、山を見るだけでこうガーンと来るみたいなさ、その時もう映画うまおなんですよ、上手いんですよ、うんうん、昔から非常に上手い人が磨きをかけて、うん、さらになんか馬になってきてて、まあ最近は映画神よとか言ってますけどあまあでもねすごい領域に突入してて、だからフェイブルマンズが見てても、うん、本当になんかあの何でもないようなところが、はい、ツアーうまいみたいな、なんかそういう感じだから、あのまあこれがラジオで伝わるのかどうかはなはだ心もとないんですけども、ツアーうまいツアーうまいとか言われるみたいな今度だから宇多田さん一緒にスピルバーグの映画とか見ましょう。で僕が横で、うんうん、あのタイミングごとにツアーうまいとか言いますから教えてください。いやあのね、ヨシキさんと一緒に映画見てってすごい何にせよ面白いんですよ。あのなんていうかね、よくわかんない騒ぎ方な、確かにそうなんだけどみたいな、ここなんですよね、ここがツアー
みたいなこと言ってて。でも分かる分かる、ツアーなんだよ。そういうことがあるんですよ。でもその要はこれ見よがしドア減って、うん、的確、そのなんていうかな、必要な分量。そうですね。それと、あとやっぱり背伸びしなくなったん で、 でそのスピルバーグも例えばそのシンドラのリストって撮る企画があってからあれ何年も何年も寝かして、うん、自分はその段階じゃないと、うん、そうなってからやるって言って、あ、まあ、実際やったわけですけども、あ、で、あの、そういうことでそのなんだろう、自分でもそこ自覚的なんですよね、うんうん、でどあのどれぐらいの、だから自分にはまだ青いから難しいなみたいな、うん、でもそれでもだからカラーパープルとか太陽の抵抗の頃は頑張ってやって、でそういうことがまたやっぱりその本人のキャパシティとかできることの幅を広げてきてた、うんうん、来たってことは間違いない事実なんですけども、うんうん、それともう一つ重要なのはやっぱりヤヌス・カミンスキと出会ったことですよね。カメラマン、はい、はい、でヤヌス・カミンスキと出会ってからのスピルバーグの映画の、うん、そのね一段、うん、あのなん一段も二段もちょっと違う世界に、うん、ゾーンに突入した感っていうのは、うん、もうあの本当否定しようのない事実で、で映画自体もその絵力、はい、カミンスキーのすごい絵力に引っ張られる形で、うんうん、なんかねアダルトな感じになってきてね、あの前だったらさ、例えばグイグイカメラ動かさなきゃいけないようなところを、うん、そういうことじゃなくできちゃうってことですかね、うん、なんかね、まあ、それもねやってるんですけど、うん、なんかね、あとでもスピルバーグの映画見るときにこれは一つ覚えておいてもらいたいことなんですけど、スピルバーグの映画って実は結構長回しが多いという、うんうんうん、で長回しが多いんですけども全然気づかないです、ね、なんか長回しがなんとかって言われないですね、言われない、意外となんでかっていうと、その長回しの中に10個も20個もカットが入ってるからなんですよね。つまりその 1個の連続したカットなんだけども、うんうんうん、20カットあるみたいに見える。ああ、そうか、だからそうだからどんどんこっちを向いてこっちを向いてってやって違う絵がどんどん出てくるんですよね、うんうん、それだとそれぞれにちゃんとこう、あ、それぞれの時もその1個のカットとして成立しちゃってるみたいな感じなんですね、うんうんうん、だからそのそういうところもそういうところも最近なんかまた異常にうまくなってて、この間のフェイブルマンズでも、例えばですねフェイブルマンズではあのプロムはいはい、パーティーのシーンで、うん、あの演奏してるバンドがいてから下に降りてきてこっちの人が映ってる絵になってからこっちに移動してってまた別のカットになるみたいなことずっとやってるんですけども、うんうん、そういうところを注目してみると、うん、あのなんかさりげないけどもう異常にすごいみたいなことが、うん、あのすごいよくわかると思います、うん、なるほど、うん、これだからやっぱりその手だれの技だから、うん、これ見逃しじゃないから、うん、そうなんだ、確かにそのシーンあったなと思ったけど、うん、長回しだすごいとか思わなかった、逆に長回しがすげえなんて言われてるうちはそれはってことですね、きっとね、まあ、割とそういうところでスピルバーグはやっぱりそこのところオールドスクールなんで、うんうん、やっぱりそのなんだろう、カメラが遠目っていうか、うんうん、そこまでそのなんていうの、撮影技法とかに意識がいくことはあんまり望んでないっていうところは昔からあると思いますけど、撮影がすごいねなんてことは言われたくないってことですね、まあ、そういうことはあのすごい絵は作っててもね、うんうん、だからそっちにばっかりだから それよりエモーションの方を大事にしてる、まあ、当たり前のことですけども、うんうん、であとはそのスピルバーグの最近の特徴としてはやっぱりそのアメリカそのものと、うん、あのがっつりがっぷり四つに組むような作品を作り始めてる、うん、で、まあ、それは例えばまあリンカーンとか撮ったこともそうだし、はい、でそれまあ昔からやってるっちゃやってるんですけども、まあ、ウエストサイドストーリーやってそうですよね、ウエストサイドストーリーもそうですよね、うん、で、まあ、フェイブルマンズはフェイブルマンズで自分史ですけども、うん、この後もですね、今度あのアメリカの、北軍の将軍で18代大統領になってグラント将軍というのがいますけども、うんうん、それの電気映画をやる予定があって監督予定がある、それから、まあ、ブリットのリメイクをやる、ね、ブリットやるんですよね、それからブラックホークスってこれブラックホークヘリコプターのパイロットの話でアクション映画みたいなのもやると、これはみんな監督予定作品からなんかテレビでナポレオンを描いたシリーズをやるらしい、でこれはもしかしたらキューブリックとのなんかあれがあるのかもしれないですけど、わかんない、ね、キューブリック受け継ぎ企画シリーズっていうか、ね、かもしれない、 AI とかもしれない、ね、はい、そうですね、であとまあジョブ・ニューヨークのドキュメンタリーやった話もありますけども、うん、とにもかくにも、プロデュース監督作合わせて今予定に上がってるのが30本以上ある、ねえ、しかもほらスピルバーグだからこれも馬のうちでしょうけど、はい、早いじゃん、早いですね、なんなあのなんかあのポストのレディープレイヤー1のポストプロダクションやってる間にペンタモンクエーターは撮っちゃいましたみたいなさ、そうなんですよ、シンドラのリストやってる間にジュラシックパーク撮っちゃったみたいなことが、うんうん、ちょっと信じられない人なんですよねえ、うん、でもやっぱでも常に映画脳なんでしょうね、もうそのことばっか考えてるっていうのもあるでしょう、ね、そうですね、だから映画やってる間に次の映画と次の映画の準備してて、うん、でだから本当映画と一緒にライクはローリングストーンみたいな人生ですよね、本当ゴロ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 と、彼の場合だからもうその、うん、すごい思考がね、その言語が英語なんでしょうね、多分ね、あ、だからそういうことだと思いますね、だから、うん、あのフェイブルマンズはだから自伝は出さないんですよね、うんうん、だからそれは映画として描くっていう、うんうん、まあそういうことを、そこも含めて本当完全にその映画が人間になったみたいな、映画本当ですね、思いますよね、映画の子、うん、でも本当にスピルバーグ、その僕らがまだ10代の頃とかは、うん、まだ若手の頃はなんか割とこうギミック扱いされるっていうかさ、うん、若手の名前的な若手で、うん、こんなのはもうあのなんて小手先のだみたいなことも言われることも多かったんで、
なんかでもちゃんと成長して、そうですね、特撮で子供騙しだみたいなことも昔はよく言われてたね、はい、うん、本当に本当に心こもってないとかそんなこと言われてて、で一生懸命作った映画がアカデミー賞に黙殺されるとかいうことも結構あったりとかですね、うん、あのいろいろ紆余曲折あって、いや、はい、なんかそこそシンドラーとか行こうですよね、うん、そうですね、シンドラー行こうですね、はい、うん、スティーブン・スピルバーグありがとう、ありがとう、長年ありがとう、いや、もっとね、うん、90、100まで生きてほしい、まだ全然、まだ全然、だってあの、うん、まだ高アッパーですよ、うんうん、そうです、76、まだまだ70なんて、ね、舐めちゃいけません、76ですからね、はい、うん、ということで続いての生まれたばっかりですまあその気持ちで、はい、道が長いな、感謝すべき、高齢映画監督、続いてはどなたでしょうか。さっきもご紹介になったジョージ・ミラー監督ですね、はい、ジョージ・ミラーさんは、はい、1945年3月3日生まれの現在78歳、若い頃の代表作がマッドマックス、マッドマックス2、マッドマックスサンダードームなどそれ言わなくてもマッドマックスシリーズいいだろ別に、なんだこれ近年の監督作品は2011年のハッピーフィート2踊るペンギンレスキュー隊、これが初公開時66歳、2015年のマッドマックス怒りのデスロード初公開時70歳、15年、びっくりした、うん、2022年のあ、わかる、そんな前だったっけ、ね、っていうびっくりがあります。そして2022年のアラビアンナイト3000年の願いが初公開時77歳で現在公開中となっています。これあの70歳公開時70歳の怒りのデスロード、うん、今回のその本じゃないけどめっちゃ過酷な殺現場じゃないですか、うん、だからの真ん中でその凄さもありますよね、体力で、しかもその今まで誰も作ったこともなければ見たこともないような映画を作っちゃうっていうか、いや本当ですよ、何事、何事が起きたのかって、うん、本当にその、うんうん、なんつかね、次元がずれるみたいなね、うんうんうん、感じがありますけども、はい、そうですね、ジョージ・ミラー監督もう本当だから、なんだろう、でこの間も、まあ、ちょっとインタビューしてお話しする機会があったんですけど、まあ、むちゃくちゃこの人、まあ、クレバーだし、で恩和 で、すごもうめちゃくちゃ頭いいんですよね、うんうん、でと同時にそのなんだろう、やっぱり表現に貪欲ですよね、うん、でなんだろう、すごいにこやかなんだけど、うん、僕はあのマッドマックスフューリーロードのやっぱりそこスピリーロードってかで怒りのデスロード、うんうん、なんかメイキング見てた時、すごいどでかい、とんでもない車作ってるんですよ、うん、そこの日にジョージ・ミラー来てニコニコしながら、うん、すごいいいけど、まあ、ここはマルトとっかようかとかってさらっと言ってて、やっぱそこはそうなんだみたいな、うん、まあ当たり前なんですけども、うん、シビア、そこはねバリバリシビアですよね、やっぱりね、監督はそこでね、あのダメ出しができなきゃいけない人だから、ね、うん、職業だから、うんうん、それでいいよって言うと、うん、あの映画自分の映画にならないんだと思うんですけどもね、でも今だってあの、仕上げ作業に入っているのが2024年公開予定のフィリオサ、出た、はい、アニャ・ティエラ・ジョイ、アニャ・ティエラ・ジョイの大好き、はい、うん、もうそろそろ完成すると思いますけども、これめちゃくちゃ楽しみにしてるんですけども、その後でマッドマックス・ウエストランドっていう新作をやる予定が、あの世界の、はい、うん、先なのか先なのか分かんないですけども、もうやるつもり、今回前日なんですからね、はい、フィリオさんね、っていうかだからあのなんかアラビアンナイトはまああれで、アラビアンナイトちょっとコロナのせいもあって、あれだからロケーション全然してないんですよね、うんうんうん、だからあのイスタンブールの街中歩いてるみたいなところも全部合成なんですよね、あーバーチャルゲーム、そうそう、だからそこもちょっと面白い不思議な映画だったんですけども、うんうん、まあ、フィリオさんとかウエストランドとかそういう感じで撮るわけには絶対いきませんから、うん、当然また、いやだからその70歳の時に、うん、に公開された怒りのデスロードと同じかそれ以上の過酷な現場で、うん、車爆発し、はい、あの砂嵐が吹きすさびっていう撮影を今やってるっていう ね、すごいことですね、フィジカルがすごい単純にまずね、うん、まあ、本当ですよね、本当に強い、でまあ思うんですけど、うん、ただあの逆にその映画ずっとやってる人は元気なんじゃないかなって思える理由もあって、うんうん、やっぱりその映画の撮影現場とかって、はい、そのまあ、例えは悪いかもしれないですけど、撮影現場でもそうじゃない、その後のポストプロダクションとかもそうですけども、うん、ミュージシャンにとっての、まあ、ステージとは言わない前でも、はい、その演奏してる時とかと一緒で、はいはい、一番アドレナリンが出る状態なので、それ自体がね、確かに、うんうん、よく僕これ人に言われたんですけど、映画の撮影現場で監督は絶対疲れないんだと、はい、監督が疲れてるってことはありえない、うんうん、でなんでかというとものすごい量のアドレナリンが出てて、うんうん、で飯も食わないで朝か、うん、早朝から夜中まで働いても絶対平気なのは監督なんだと、でその分だから他のスタッフが疲れてることに気づかないことがあるから、うん、監督は意識して休憩を取ってご飯の時間を作るようにしないとダメだってことを言われましたね、これ激動やった時にも、うん、まあ、でもそれは本当にあると思います、その撮影入って監督としてやっぱ激動の時ってありました、うん、いやすごいですよ、だって僕だって朝とかすごい遅いのに、うん、毎日朝4時半とか普通に起きれるし、うんうんうん、それでやって夜まで行って帰ってきて、うん、で寝て朝シャキンってまた起きて、うん、あの
笑っちゃうぐらい、なんか俺って超人なんじゃないみたいな感じ、うんうんうん、あのそんぐらいアドレナリンが出ることは間違いないし、 でやっぱ楽しいわけですもんね、めちゃくちゃ楽しいですよね、うんうんうん、だからそのそれはだからスピルバーグでもジョージ・ミラーでもみんなそうだと思うし、うんうん、あのだからそういう高齢の映画監督はやっぱそのなんだろうな、その頭の中のなんかケミカル反応がバチ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 ってなってることの生み出すパワーみたいなのがすごいあるんじゃないかと思います、ね、うんうん、はい、うん、そしてジョージ・ミラーもやっぱりその最初マッドマックスで出てきた時にね、こんな息の長い、うん、はい、こう堂々たる監督になるなんてね、うん、本当ですよね、うん、やっぱりもうなんていうかオーストラリアから得体の知れない、うん、得体の知れないものが来たって感じだったの最初、うん、全くなんかアメリカの映画と違う、うん、何っていうね、何っていうね、何だよね。でそれを見てすごいから呼んでトイレットゾーン撮ってもらおうと思ったのがスピルバーグですね。そうだね早かったですよねそこはね、目の付けどころ、そうですよね、うん、でやっぱりあのトイレットゾーンの中で一番やっぱり強烈な、ね、一番強烈なジョージ・ミラーですね、やりましたもんね、うん、いやジョージ・ミラーありがとう、うん、ありがとうありがとう、新作もどっちも超楽しみ、早く見たい、本当楽しみ、うん、ね、あのアニャ・テイラー・ジョイと同じ誕生日、あそうです、うん、そうなんです、誕生日一緒です、はい、でフィリオさんも大好きだし、うん、はい、ということで憧れです、まもなくでございます、ジョージ・ミラーでした。続いての感謝すべき高齢映画監督はどなたでしょうか。はい、お待ちかね、ポール・バーホーベン、ね、やったー、ね、もう昔からね、ヨシキさんたちとね、はい、話すときも全ての映画をポール・バーホーベンが撮ればいいのに、ね、ね、今でもそう思ってますね、今でもそういうことですけどね、はい、いやでもスピルバーグの映画スピルバーグに撮ってほしいな、ま、普通当たり前か、そんなポール・バーホーベン監督は1938年7月18日生まれの現在84歳、すごいググッと上がりましたね、うん、若い頃の代表作はロボコップ、トータルリコール、氷の微笑など、近年の監督作品は2006年のブラックブック初公開時68歳、2012年のトリック初公開時74歳、2016年のエル初公開時77歳、そして2021年のベネデッタ、初公開時82歳、現在日本で公開中となっています、うん、パホーベンは、ね、今その若い頃のって言ってたけど、これアメリカ時代だから、その前にさらにオランダ時代がね、そうですね、もう全然それで、ね、うん、大ヒット飛ばし て、 そうです、素晴らしい作品撮ってるから、そうですね、でオランダ時代の映画っていうのは本当全部オランダ映画の興行収入記録を塗り替えるような作品ばっかりだったんですけども、うん、それがやっぱりその、まあ、モラル的にどうこうとか、うん、デカダンだとか大敗的だとか、あとまあちょっと何でも映りすぎるとかいろいろ言われて、うん、た時にそのたまたまあのハリウッドから誘いが来てたの、うん、のあれがあって、まあ、アメリカ行って映画撮ることになるけど、うんうん、もそのあのオランダ時代は全然青春ものとか、うん、あとまあ残酷な物語とかもそういうことをやってて、まあ、あとまあ戦記ものもやってますけども、うんうん、結局SF とか全然やる人じゃなかったんですけど、本当はね、まあ、そうそう、はいはい、でまあ、あの有名な話ですけど、あのつまん題名っていうか表紙見て、うん、あのなんでロボコップ、ゴミ箱に捨てといた脚本を奥さんが拾って、うん、読んでみたらこれ面白いじゃないのって やったのがロボコップだったんですけども、ね、このさタイトル見てゴミ箱に捨てたっていうのそれもボアホーベン武士なんだからね、うん、まあ、そうそう、バカじゃねえの、いや全然興味なかったってことです、そういう世界にね、うんうん、でその後だけどその、まあ、トータルリコールもあって、うん、からの、まあ、あの、まあ、氷の微笑があってね、で、まあ、ショーガールとかやって、うん、あのまたアメリカでも、はい、ちょっと何でも映りすぎなんじゃないのとか、うん、モラル的にどうなんじゃないのって言われたんで、いいよもうオランダ帰るからっていう、うんうん、あの行ったり来たりがあって、で戻って撮ったブラックブックが、まあ、素晴らしい映画です ね、そして今ヨーロッパ中心にね、はい、そうですね、あのフランスで撮ったりとかね、うんうん、いろいろしてますけども、あのちなみに、まあ、次回作というか、うん、今後の予定もあってですね、うん、ヤングシナーっていうね、シナーっていうのはこれ罪人、あの罪人って意味ですね、うん、若い罪人っていう、まあ、これはスリラーらしいんですけども、うんうん、これ監督する予定があるのと、うん、それからロボコップリターンズ、え？帰ってくる？というのを脚本を書く予定が、まあ、一応あるらしい、でそれがどうなってしまう、でもロボコップってほら脚本別の人じゃないですか、はいはい、であの彼がそのシリーズ全体の、うんうん、まあ、クリエイターとして、まあ、テレビシリーズやったり、そのなんだろう、新しいのやったりとかね、うんうん、新しいのじゃないか、あのなんだ、まあ、リブート、ニューマイヤー、エド・ニューマイヤーとかやってますけども、うんうん、だからロボコップリターンズっていうのは、まあ、バウホーベンの脚本を書くんじゃないかという話があって、でやったらどうなるのかちょっと心配じゃないけど期待ですよね。いやいや、うん、いやいやそれはすごいよ、うん、それと別に、エターナルという、うん、これはねなんかサンフランシスコを舞台にしたですね、うん、セクシースリラー、えセクシースリラー、氷の微笑じゃんっていうことなんですけど、うんね、だからどういうことなのかなって、大体さセクシースリラーってなんだっていうのが分かんないですけど、ね、ちょっと引っかかっちゃったよ、そのセクシースリラーっていうのは僕はさっきそのこの乏しい情報からなんとなくそういう感じだろうと思って今つけただけなので、まあ、でも氷の微笑、ね、氷の微笑チックなっていうかね、はい、かもしれないなっていう、まあでもまだ全然これから
すごい、ね、いやでもその側だけ聞いてもそういう映画じゃないんだよ、うん、ポール・バーホイは絶対、うん、まあ、そうなんですよね、うん、確かにね、だって、うん、いや本当そうだ、そうだと思いますよ、うん、ベネデッタもね素晴らしかったですけど ねあのだってみんな思った映画と全然違ったと思うし、うんうんうん、ねえ、いわゆるナンスプロイテーションっていうジャンルはあるけども、うん、まあ、ある意味それも もう180度ひっくり返したような作品でもあるし、うん、まあ、そういうことではなかったですよね、めちゃめちゃこのポール・バーホイの場合、はい、どんどんっていうよりは最初から一貫してみたいな感じもありますよね、なんかね、うん、一貫してみたいなところは一貫してますよね、だからその描き方もそうだし、それから、なんだろう、その人間の捉え方みたいなところが、うんうん、まあ、ずっと一貫してて、うん、で、まあ、非常にそのなんだろう、シビアであり、シビア だし、それからそのなんだろう、こう、うん、映画で普通映さないでやってることを普通に映しちゃう人なんですよね、うん、この人ね、さっきからね、はい、映しすぎ、例えばどういう場面で、これラジオで言って大丈夫なのかな、なんだろう、大丈夫ですか、うん、例えばオランダ時代の映画でありますけども、はいはい、ちょっとラジオですいませんね、はいはいはい、とある、まあ、主人公の、ね、ショーフ・ケティって映画ですけども、うん、女性がですね、男に、まあ、なんかレイプされそうになるシーンがあるんですけど、その時に全裸で、うん、完全に勃起した親父が走ってくるんですよ、あ、でそれってそういう風に映ってる映画って僕一般映画で見たことないんですよ、うん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 、でもそうだよねっていう、うんうんうん、だってそういう状況だったらそうに決まってるんだから、うんうんうん、でっていうことをさらっとやっちゃう人なんですね、ポール・バーホイは全部そのベネデッタもさ、いろいろね、うん、問題にされた、問題視された場面あったけど、うん、いやでもそうだよね、でもそうだよねってことっていうのが彼の一貫したあれですよね、そういう意味ではね、まあ、そこがすごい あると思うし、うん、でまあね、でもでもあとやっぱりそのなんだろう、その映画のケレンもバーホーベンは強いので、うん、はい、ベネデッタも最後の畳みかけるような怒涛のケレンで攻めてくるじゃないですか、はい、でやっぱあれはね、歴史ない森ですからね、そうなんですよ、うん、でそういうところでガンガン盛り上がるっていうのもバーホーベン映画の楽しみだと思います、ね、あとね、うん、もちろんその女性キャラクターのすごいこう、うん、なんていうかな、もうとにかく自分をコントロール、うん、自分の人生は自分でコントロールするっていうかさ、うん、っていう、ね、そう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 なんですよ、でただごめんなさい、それはだからその強さっていうよりもそのバーホーベンが多分重きを置いてることの一つは、うん、サバイバルしたもん勝ちっていうところなんですよね、はあ、うん、だからその方法の一環を問わず、うんうんうん、サバイバルして生き残った人が一番強い、一番良かったんだと、うん、はいはい、だからそのなんだろう、どんなに生きがって強がっててもその途中で殺されて死んじゃったりした人はもうそこまでなんだと、はいはい、でそうじゃなくていかにその状況に応じてたとえずるいこととか、うん、卑怯なことだと後に見なされることがあったとしてもサバイバルしたもんが、うん、そうか、いいという考えはバーホーベンの側に通底してる、確かに、でそれはやっぱね、うん、オランダでその要するに戦争経験というか、はい、結構その無残な状況みたいなのを幼い時から見てて身につけたものかもしれないですよね、もう死んじゃったらこうなっちゃうだけ、死んじゃったらおしまいっていう ね、まあ、だからその死んじゃったところもね、バーホーベンは普通にとんでもない描き方でやりますからね、うんうんうん、ああ本当に死んじゃったって思いますもんねいやでもそういうことでね、だからなんかなんていうの、ちょっと冷たいぐらいフラットなんだけど全てに対して、うんうん、ね、でもエンタメとして感想も面白いし、うん、であとやっぱりそのなんかそのそういうそのそれこそね、だからブラックブックもそうだけども、そのそうやってサバイバルしてきた人に対する視線は優しいですよね、そこはね、頑張って生きてきた、うん、ね、うん、そう、確かに確かに、ブラックブックマジで傑作なんで、ね、本当に僕最初の一本だったらブラックブックをお勧めしたいですね、はい、なんかね、はい、ぜひご覧ください、はい、はい、ポール・バーホイン、じゃあまだまだね、その新作も予定されて楽しみですね、うん、ね、お元気で、なんかちょっと大病されたみたいだからね、途中ね、あ、そうそう、ね、なんか腰の骨かなんかちょっとやっちゃって、うん、でももう元気だと思いますよ、うん、はい、はい、まあ、全くテンションが落ちないベネデッタ、安心しました、ポール・バーホイン さんありがとうございます。さあ、ということで続いての感謝すべき高齢映画監督どなたでしょうか。どんどんいきますね、うん、はい、ダリオ・アルジェントですね、うん、はい、さあ、ダリオ・アルジェントといえば、うん、はい、1940年9月7日生まれの現在82歳、もう82か、若い頃の代表作がサスペリア、フェノミナなど、近年の監督作品は2012年のダリオ・アルジェントのドラキュラ、こちら初公開時72歳、そして2022年のダークグラス、初公開時80歳、こちらは日本で4月7日から公開されるということです、ね、ダリオ・アルジェント新作やるんだと思ってびっくりしました、はい、っつって僕も結構びっくりして、うんうん、あ、新作みたいな、うんうんうん、ありましたけども、はい、このダークグラス僕も拝見させていただいて、うんうん、びっくりしましたね、なんか割とジャッロものというかその犯罪ものですか、まあまあ普通に、まあ、殺人があってっていうか殺人があって、で主人公はですね、うん、まあ、娼婦なんですけども、うん、この人はがその
変な謎の殺人者に車で追われてる途中で、あの車で大事故を起こしたんですね、うんうん、でそのせいで彼女は盲目になってしまう、うんうん、でその時にその衝突したもう一台 の, そのストーカーじゃない方の車には、うん中国人の一家が乗っていて、うんうん、そのご両親がまあ亡くなってしまって、うんうん、男の子が一人だけ孤児になっちゃうんです、ねうんうん、でこの盲目の娼婦とこの孤児の中国人の少年の友情を軸に、そんな、その殺人鬼との、対決というかに向かっていくみたいな、そういう話なんですね。全然想像してたのと違った、うん、でめちゃくちゃ優しい映画なんですよ。へえ、ダリオ・アルジェントか。そうなんですよ、僕びっくりしちゃって。へえ、ですごい良かったの。僕はすごいもう大好きですね、ダークグラス。あ、そうですか、うん、ちょっとそのすごい見なきゃこれ、はい、でアルジェントといえばやっぱりこうだからすごくそのなんだろう、言っちゃあれですけどサディスティックな、ね、表現を得意とする、うん、映画監督 で、ね、はい、でそのサディスティックなシーンっていうかその女の人、まあ、大体あの 美女がですねすごい惨殺される、うん、美女の惨殺する方法は無限に考えられるような人なんです、うんうん、で本当にそれで直してる。その殺人シーンは大体黒い手袋をはめた謎の殺人者が殺すんですけども、その手はいつも自分で演じてるっていうぐらいの年季の入り方、大問題です。すごいなそういう映画、そういう人なんですよ本当に、ね、どういう人ね本当に。いやでもそういうことですよ、そういうことなんですよ、うん、でそういう人だったんですけども、今回ダークグラスはですね、はい、あのそういう話なんですよね。でそれで、まあ、でそのそうなんですよ。でその、まあ、盲目でその殺人犯というか、まあ、犯人と対決というのは暗くなるまで待ってとか、うんうん、なんかそういう感じなのかなと思っても、そういう感じともちょっと違くて、ほうほうほう。であとそのやっぱりなんかね、でその彼女のなんていうのこうヘルパーじゃないんですけども、その盲目になった人の、うん、解除じゃないけども、い暮らし方、うんうん、教えてくれる療法士みたいな人、うんうん、歩くときはこうやって歩いて、部屋ではこういうふうに物を置いとけば大丈夫とか、うんうん、それをやってるのがアーシア・アルジェント、あの娘さんね、娘さんで、はいはい、で僕最初のかで、アーシアもだって今まで大体 目の下真っ黒の怖いお姉さんみたいな感じで出てくることが多かったと思うんですけども、ね、うんうん、今回すっごい優しいお姉さんみたいな感じで、盲人療法士みたいな感じの人で出てきたんで、僕最初誰だか分かんなくて、で見てからあれアーシアなんてあれかみたいな、うんうん、そんな感じ。へえ、じゃあちょっと親子揃ってちょっと、まあちょっと塩梅が良くなった。そうだから分かんないですけども、これの次にもしかしたら今度はもう全開サディスティックな血まみれ映画を持ってくる可能性もまだある、うんうん、しかしだけどこの感じっていうのは僕アルジェントの映画では結構意外な、うん、新境地と言ってもいいんじゃないかっていうぐらいの感じで、はい、でそれがなんか逆に見てて心地いい映画だったと思う、うん、80歳にして新境地って ね、うん、すごいどんな心境の変化が、うん、ねえ、でもそうなんですよ。だけどアルジェントもアルジェントで、まあ、ずっと同じことをやってるように言われてますけども、うん、彼の中ではいろいろそのいろんなことを試したくて、うん、でやってたんですよ、うん、でそのなんだろう、例えばだからそのなんだろう、まあ、スタンダードシンドロームがあったりとか、まあ、他にもいくつもね、うん、それからそのオペラ座の怪人やったりとか、はい、その頃特にいろんなことを考えてたらしいんですけども、うん、そのアルジェントが、まあ、これはとある本でというかインタビューで言ってたんですけども、うん、自分はその頃どこ行っても2つのことしか言われないと、うん、1つはサスペリアの3作目はどうするんですかっていうのと、はい、もう1つはサスペリア2みたいな映画をもっと作ってくださいと。サスペリア2って要はその、元のプロフォンドロスというですね、うんうんうん、でそればっか言われて、はいはい、で自分はそうじゃなくて作家だから別に新しいことどんどんやりたいのに、そればっか言われて嫌だなって思ってたんですけども、うんうん、それに折り合いをつけて、うん、で昔の自分の映画とか見直したら、やっぱジャッロって結構いいじゃろう、はい、ジャッロっていうのはイタリア製 の, ア製の、まあ、結構そういう、うんうん、サディスティックな犯罪映画、うん、でそれの良さに改めて気づいたんで、古すぎ戻った感じでやったのがスリープレスという映画で、だからスリープレス結構サスペリアによく似てるところがいっぱいあるんですけどね。でもでだからそれでその後もだでもこのドラキュラの時は今度はその CG という新しい武器を手に入れて、巨大カマキリが出てきたですね、いろいろ試している人なんですよね、うんうんうん、だからその中でだからなんだろう、新境地って言ってもだから今回初めての新境地じゃなくて、いろいろやってきた中でまたこういう路線も出てきたっていうことなんじゃないかなと思ってます、うんうんうん、なんかすごいこう強烈な代表作作っちゃった作家ってそう見られちゃうってありますよね、いろいろやってんのに。あ、それはねすごいあると思います、ね、いろいろやっててもその代表作のイメージがずっと来ちゃって、だってそれこそジョージ・ミラーだって、うんうん、なんだろう、そのだってハッピーハッピーフィートとベイブやってる監督なのに、だけどやっぱりその、まあ、マッドマックスのって、うんうん、冠としてはついちゃうっていうことはありますよね。ベイブはハッピーフィート見ると、あ、マッドマックスだと思うんだけどね。そう、うん、そうなんですよ ね、うん、まあ、ダリオ・アルジェント、とにかくね、でも過去の作品もすごいどうかしてる、うん、もうサスペリアの、その冒頭数十分
のとにかくどうかしてるの極致なんで、うん、美しく、はい、でもなんかもうとにかく悪夢もう、うん、悪夢もうひたすら美しい悪夢っていうか楽しいですよね、うん、ちょっとどうかしてるんで、うん、あの自動ドアがこう開閉するとことか見てくださいもう何なんみたいなどうしたどうしたどうしたその上でダークグラスも見たいですねサスペリアを見て、うん、よくぞここまでそうですね、あのそうですねぜひサスペリアとかオペラ座地の喝采とか、まあうん、ご覧になって、うん、あのそれからダークグラスを見ると、うん、えっ楽しい楽しさも倍増だと思う。サプスプレイ2も最高ですから。変な人形がこう歩いてきてね、まあいろいろありますよね。はい。ということで、ダリオ・アルジェントありがとうということでございました。さあ続いての、感謝すべき高齢監督どんどん行きましょう。あ、どんどん行きますね。どんどん行きましょう。はい、もう今度は大変ですよこれは。うん、はい、リドリー・スコット監督。はい、皆さんご存知リドリー・スコット、はい。元気いっぱいまだまだね。元気いっぱいすぎる。うん、リドリー・スコット監督は1937年11月30日生まれの現在85歳。若い頃の代表作はエイリアン、ブレードランナーなど。近年の監督作品は2015年のオデッセイ、初公開時77歳。2017年のエイリアン・コベナント、初公開時79歳、そして同じく2017年のゲティ家の身代金、こちらが初公開時80歳、2021年の最後の決闘裁判とハウス・オブ・グッチが初公開時83歳、あれを83歳で撮ったんですか。なんか加速してんだけどっていうね、年とかって何の意味があるのか分かんなくなっちゃうよね。先ほどおっしゃってましたけど、はい、リオリスコットもともとじゃあその映画監督デビューが遅かったし、それまで CM 監督として、うん、そうですね、 CM 監督が長くて、うん、だってなんグラディエーターの時は何歳なのかな、うん、ちょっと今調べないと分かんないですけども、でもまあもう、まあ、結構40代とかじゃないですかね、分かんないですけど、うん、はい、だちゃんと調べてこうやって、デュエリストね、デュエリストね、はい、デュエリストね、そうそうそう、うん、でまあ、デビュー遅かったからこそこの年齢だけど、はい、まあもうちょっと我々言うまでもなくというか、うん、宇垣さんも言ってましたけど、とにかくえっていう、うん、このえこの年齢とかそういう問題ね、うん、超えちゃってるっていうか、だってオデッセイの公開時に今のスピルバーグより年上っていうね、ああ確かに、うん、そういうことですよね、うん、どうでしょうね、そのリードリー・スコット どういうふうにすごくなってるっていう感じですか。どういうふうにすごくなってるのかな、あの、まあ、その毎回それを聞かれると思ってなかったので、結構今ね あれしてますけども、いやでも、うん、まあ、リードリー・スコットはだからもうなんかね、やっぱりその なんだろうあのいろいろなね武器を、この人まあ特にその映像派ですから、はい、いろんな技巧とかが、うん、武器があるんですけども、そこをのなんかあの見せ方の塩梅がですね、塩梅がやっぱりどんどん巧み感が高まってるってことは確実にあると。それこそさ、その、あんまりこうなんていうかな、良くないっていうのはちょっと語弊があるかな、うん、そのあんまりキャリア全体化すると、うん、調子いいとは言えない時期もあったじゃないですか、うん、結構誰かに見られてるかその頃、それも、もうちょっと後かな、例えばその分かんない評価人それぞれだと思う、 G.I. ジェーンとかって、はいはい、見た時に、うん、やっぱスピルバーグのそのプライベートライアン見て、うん、こういうカメラワークやりたくて、うん、前編そのこうやってこう揺らすんだけど、うん、やめてくれよみたいな思った時もあるしとか、うんうん、まあ、そのブラックホークダウンとかになるとだいぶそれがうまくなって、こういい感じになってくるのがあったけど、そうですね、であとまあリドリー・スコットやっぱりそのね、その時々でなんだろう、やっぱり固執してないっていうか、うん、なんかそのえ映画ごとにトーンとか、うん、あのルックをすごい変えるし、でだからそのものすごくそのなんだろう、こうそこはまあ後での話も出てくると思うんですけども、やっぱりその、うん、今の先端の映像がどういう感じかっていうことに対してすごいビビッドな反応してるし、でそれをすぐに取り入れて自分のものにするのもうまい、うん、だからそのいつまでもブレードランナーとかエイリアンみたいなルックの映画を作り続けてるわけでは全然なくて、うんうん、でたまだからその昔リドリー・スコットはそのレイヤリングといってですね、うん、そのカメラと被写体の間にいろんなものを重ねてることで映像に奥行きを出すというやり方をよくやってたわけです、うん、それは例えばスモークであったり雨であったり、はい、まあ、時によってはそのなんかシャボン玉あったりとか木がこういう風に間にあるとか、うんうん、でそういうのを、何の時かな、うん、割と最近の映画見た時に、うん、それはそういう風にその分かりやすいスモークとかではなくて、うんうん、本当に単に絵の中の奥行きでそれが完全に達成されているような瞬間があって、うん、要するにその分かりやすいギミックというか装置は使わずに、まあ、使ってるのかもしれないですけども使ってるのかもしれないけど、ね、さっきのスピルバーグじゃないけど、うん、そうと分かんない形で、そうなんですよ、レイヤリングがあるっていうか、があるっていうすごい絵があって、だからやっぱりその、まあ、よくその映画業界で言う言葉で言えばその抜けがすごいみたいな、ね、うん、でそういうの見た時にやっぱりうおとか思いますよね。あとなんかすごいなんか意地悪さを本気で隠さなくなって、まあ、最初から意地悪だけど結構って気がするのよ、うん、なんか悪意、観客に対する悪意を隠さなくなってきたなみたいな、うん、まあどうなのかな、でもまあまあ、リドリー・スコットもリドリー・スコットでやっぱりちょっとすごくなんていうの、結構
ハーシュなところがあるんですかね、その、うんうん、意地悪とまでは、うんうん、意地悪っていうのか、まあ、きついところがあって、ね、うんうんうん、表現のきつさみたいなところも魅力なんですけども、しかしですね、ちょっと聞いてください。うん、はい。リドリー・スコットですね、うん、現在抱えている企画、うんうん、70本以上ある。え？え、だからその85歳なんですけど、プロデュース、エグゼクティブプロデュースも含めて、うん、今あのリストアップされているものだけで、はい、70何本あるんですね。過重懲役みたいなことになってますね。どういうことどうするの？で、監督予定はですね、まあ来年グラディエーター2ね、言ってるよね。やりますというのがありますね、はい。それからその後にですね。これはね、なんとかオブブロークンランドっていう西部劇をやる予定がある、うんうん、それから名前ついてないんですけど、エイリアンのプリケルをまたやる予定が、つまりコベナントの続きをやるつもりがある、途中でしたからね、まだ ね、 っていうね。それからプリズナーナンバー6というテレビシリーズ、これ噂なんですけども、もう映画にするかもしれないって噂です。これもまだ噂レベル、うん、もう大好きなんですよ噂レベルです、はいはい、なんですが、それと別に、プロデュース作品とかが70本ぐらいあって、毎日何してんのかなって思いますよ本当ね、飯とか食えてんのかなみたいな、ねえ、うん、すごいすごい。リドリー・スコットもやっぱ、ね、特に近年から早いですもんね、届くのね。早いですね。ゲティ家だってさ、うん、ほらあのケビン、あのなんだケビン、ケビン、ケビン・スペーシーが、はいはい、降板っていうかね、あれになって、はい、もう瞬時に判断して撮り直し、うんうん、でバーって撮り直してできちゃったできちゃったみたいな、ね、できちゃったじゃないだろうね、うん、しかも全然もうレベル全然もう全然問題ないみたいな感じとかね、うん、恐ろしいですよね。 で、まあ、でもだからまあ本当にリドリー・スコットとかね、まあ、ジョージ・ミラーもそうだと思いますけどとかスピルバーグとかは、うん、まあ、例えばマイケル・ベイとかもそうですけども、うん、早撮りの人とかっていうのはやっぱその固める、はい、脇を固めるスタッフがですね、まあ、もう毎回同じ気心の知れてたスタッフが瞬時に察して瞬時に動くみたいな、うん、そういう、まあ、そのチームワークの妙っていうのは絶対ある、ね、確かに確かに、うん、もう例えばそのもう美術の人とかはもう言わずともこういうことでしょっていうのをもう分かってやってるみたいな、分かってやってるっていうね、うん、でとかカメラのセットアップとか照明の、うん、セットアップが早いとかね、うん、こうしてこうみたいな、意図を汲み取って実行する力が高いスタッフが、うんうん、まあ、その力はでかいと思うんですね、はい、うん、いやでも僕はやっぱ特になんていうかな、あるところから先全部いいなみたいな感じになってますね、うん、すごい、なんか今日ダマな人言うとなんかすごく真面目に話しちゃって、いやいやいや、全然ダマ入ってんじゃん、いいんじゃない、全然思いついてないですけど、もうちょっとダジャレとか言ってもらえたら、サーとか言ってましたから、サーとか言ってたから、うん、でもそれは真面目な話だから、それは真面目、まあ、大丈夫です、はい、よしきさんが真面目すぎて、その真面目の分類がさ、いやいや、うん、まあ、はい、大丈夫です、いいと思います、大丈夫です、はい、何がリドリー・スコットありがとう、ありがとうリドリー・スコットということで、残りの時間、はい、最後の一人ということになると思いますが、はい、感謝すべき、はい、高齢監督、そう、本当いっぱいいるんですけど、うん、まあ、それこそね、今日挙げられなかったですけど、スコセッシとかね、うん、ポール・シュレーダーとかコッポラとか、はい、まあ、それこそさっきも言ったワイズマン、イーストウッド、ホドロスキー、うん、ケネ・サンガーも来てるし、うん、メル・ブルックスとかね、いっぱいあります。それからついこの間バート・アイ・ゴードンという、うん、巨大人間が巨大になったり小さくなったりする映画をいっぱい撮った B 級映画の巨匠ですけども、この人が、3月8日に100歳で亡くなられたとか、いろいろありますが、うん、次の感謝すべき高齢映画監督ですね、はい、デイビッド・リンチ監督、はい、まあ、YOSHIKI さんね、はい、もう一番もうなんていうかな、なんていうかな、関わってきたと言いましょうか、関わってないですけど、はい、うんうんうん、まあ、大好きな映画監督ですけども、はい、うん、はい、デイビッド・リンチ監督は1946年1月20日生まれの現在77歳、若い頃の代表作はイレイザーヘッド、デューン、砂の惑星、ブルーベルベットなど、うん、近年の監督作品は2006年のインランドエンパイア、うん、初公開時60歳ということです。長編映画はだからそういう意味ではちょっと離れてるけど、うん、まあ、そうですけど、その後のツインピックス・ザ・リターンが、うん、あれは13時間ある一本の映画だということなので、それがさ、まあ、最新作というか、はい、ですよね。デビッド・リンチもはやだからそういう意味ではその、はい、映画監督っていうもうそのなんていう、うん、旧来的な枠組み超えて、ほら DJ やりましたとかさ、うん、なんかさ、あとはまあ今 YouTube でその、まあ、アートやって、アートっていうか毎日天気、うん、ロサンゼルスの天気と気温を伝えて、うんうん、はい、あとちょっと なんだろう、近辺雑記みたいなことをちょろっと喋るっていうのをもうずーっとやってて、うんうんうん、で、そう、コロナの時すげえヒゲが伸びたと思ったら剃ったとかね、毎日見てるといろいろ面白いことがあるんですよ。でも時々すごくそのやっぱりその知ってる俳優とかなんか亡くなったりすると、ものすごい心のこもったメッセージを送ったり、あとプーチンものすごく怒ってたりとかですね、デビッド・リンチってすごいど真ん中直球の正義の人なんで、そういうところがそのリンチでやってるその YouTube とか見てるだけでも伝わってきて面白いですね。 YouTube でやってるのは天気
報の天気予報というかその気象情報だけではなくて、はい、それと別に毎日ラッキーナンバーを引くっていうのもやってて、うん、はい、今日のラッキーナンバーは15とか何の人なんだそれも毎日やってるんですずっと。なんでそれを見れば今日のラッキーナンバーは何だかあなたも分かってベイビーだからなんだってことじゃないですけどつまりそのちょっと今まで言ってきたような人とちょっと違くて、はい、リンチは、うん、そのなんていうすどんどんすごいことになってる感が、うんうん、なんちゅうの もともとそういう人なんだろうけど、はい、どんどん自由になってるっていうか、まあ、自由ですよね。で自由になってるし ただまあそのリンチはあの本当に完全に自由にやるとその後撮ったなんだっけあの猿が出てくる、フィルムノワールみたいな短編があってネットリックスで、はいはい、ありましたね、はいはいはい、あれも面白かったですけども、うん、あのリンチはその、まあ、インランドエンパイアもそうですけども、うん、あのなんだろう特に、うん、ここのところはやっぱりそのなんだろうほっとくとどんどん面白いコンセプチュアルな方向に行ってしまうのですが、うん、野放しにすると、うん、あのそのなんだろうすごく面白いんだけど、うん、それそういうもそうだよねみたいなことになっちゃうんですけどうん、うん、ツインピークスの時はそのマーク・フロストっていう相棒がいますから、はい、でマーク・フロストが入った時のこの締まりっぷりみたいなね、うんうん、だからそれがだからツインピークス・ザ・リターンの僕は成功のやっぱりだからマーク・フロスト力ってすごいでかかったと。なんかある程度さジャンル的映画的とかいうかさ、うん、その縛りがあった方が良くなるタイプのこうなんていうの自由系の人いるよねやっぱね、うん、だからそのリンチもだからそのすごく個人的とかその短編で作って自分 あのウェブサイトで公開してるようなやつっていうのは本当にあのエクスペリメンタルなアニメーションであったり映像であったりするわけでそれはそれでなんていうのその普通に一般公開されるあの娯楽映画とは別の文脈で語らなければいけないことなんですけどもそのやっぱりほっとくと普通に映画でもそれを やろうとしてしまう嫌いはまああるのかなという気がしますけどもでも本当にリンチね毎日、ま、あのちっちゃいお子さんもいるしうん絵も毎日スタジオで、うん、スタジオというかアトリエで絵描いて、はい、で映画のこともやってとか、うんまあ、楽しそうですよね、うん、すごいあの元気だし、うん、でそれとまだただですね昔そのブルーベルベットの前ぐらいかな、うん、からある企画であより前かずっと前からですね、うん、あのロニーロケットという映画の企画があってですね、うん、これはまあ ちょっと一言で説明するのは難しいんですけども、うん、これは昔あのツインピックスに出てきた低身長症の、マイケル・アンダーソンという男の人を主演に撮ろうと思ってた企画で、うんうんまあ、電気とノイズと陰謀についてのよくわからない話なんですけども、うん、僕これ脚本読んだことあるんですよね、うんうん、それをまだやるかもしれないという話がある あ,、はい、あじゃあ長編もまだやる可能性があるんですけど、うんうんうん、これもし映像化したら本当にマジで絶対わけわかんないって言われることは間違いないんで、うんうん、やってほしいそれからそれと別に今あの近々ではですね今度なんかネットフリックスでドラマやるんですよね。へそれがアンレコーデッドナイトっていうのかな、なんかあの、うん、それもリンチ脚本監督なんで、うん、まあ果たしてどう出るかなんですけども、うん、ただそのリンチはね本当にそのそういうエクスペリメンタルなものも含めて、うん、あの他のもんで替えが利かない確かに、うん、そこでしか見られないものが常にあってでそれがあの、まあ、そこに中毒してしまうと、うんまあ、無限に見てあの永遠に見てられるっていう、うん、ようなこともありますから、はいまあ、あの楽しみっちゃ楽しみですよね、はい本当にまあ、でもまだまだ元気でよかった、うん、デビッド・リンさんありがとうございます。ということであっという間にお時間来てしまいました。なんと、はい、なんと、はい、映画だ話でした、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よしさんからぜひ最後にお知らせごとなどお願いします。はい、ですね、あそうだ今日も持ってきたんですけども、うん激怒という映画のですね、はいブルーレイが今発売中で、うん、Unext で配信もやっておりますので、うん、ぜひよろしくお願いしますこの、あの紙ジャケのアートワークもすげえかっこいい、はい、あそれも僕が全部やりました、うんはい、最高です。ありがとうございます、はい、それからですねあの僕あのその最近ご紹介いただいたんですけどもクレイジーカルチャー TV という、うん、YouTube チャンネルやってまして最近はちょっとだからあのあれですねマンダロリアンの、うん感想シーズン3配信やったりもしてますね。ますけどそれから、まあ、あとブラックホールという、うんまあ、これはあの柳下さんや寺澤ホークさんと一緒にやってるチャンネルで、こっちもゲストを招いたりしつつ、はい、あの最新映画から、まあ、そうじゃない時もあるし。私も先日お邪魔しましたから。あ、そうです、そうです。ありがとうございました。はいはい、本当に、うん。また来てください。ぜひ、はい、はい、そちらもお待ちしております。もありますので、あのぜひ、よかったら、チャンネル登録やいいねなどよろしくお願いします。ほらこれがね、うん、最近言えるようになったんですよ。あの YouTube を始めたんで。まあ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 。やっぱ言う多少あこれを言う日が来たかみたいな感じもあるんですかね。そうそう、まあ、でもねあれね言うの大事なんですよ、うんうんうん。言うと実際に効果があるっていう。チャンネル登録お願いしますよ。お願いします。言った方がいいんです。うん、はい。なんでチャンネル登録やいいねもよろしくお願いします。はい。はい。いや大事大事。はい。ということでここまで年齢を重ねるごとになんかすごいことになっている映画監督ありがとう特集でした。高橋由紀さんありがとうございました。ありがとうございました。